今回は馬娘プリティダービーで強い馬娘を育成するための手段を一からお教えします。こちらの動画は前編後編になっていまして、前編ではあらゆる基礎知識をまるっと解説、そして後編ではボッカを用いて実際の育成の際の注意点を解説します。後編は後日アップ予定ですので、そちらもお楽しみに。まずはガチャについて。ガチャは育成馬娘を増やすプリティダービーガチャと、サポートカードを増やすサポートカードガチャがあります。育成馬娘の中で欲しいものがあるのであればプリティダービーガチャを引くべきですが、このゲームはサポートカードが強ければ強いほど強力な馬娘を育てやすくなっています。具体的に言うと、同じカードを何枚も重ねて上限解放をして高いレベルのサポートカードを使うっていうのが重要です。ですから欲しい馬娘にこだわりがない場合は、なるべくサポートカードガチャをいっぱいやった方がいいでしょう。もしリセマラをやる気があるなら、こういったサポートカードがあると良いと思います。 SSR 早川手綱、 SSR スーパークリーク、 SSR ファインモーション、 SSR 東海帝王、 SSR 西のフラワー。ただ SR の中にも重ねると強いものはいっぱいあります。一例としては SR キングヘイロー、SR エイシンフラッシュ、SR マチカネフクヒタル、SR マヤノトップガンといったあたりです。他にも、たくさんあります。さあ、ここから URA チャンピオンを目指すための講座をやっていきます。今回はウォッカでプレイします。ゲーム内で走らなければならない距離の種類が少ない方が簡単です。ウォッカは距離適正でいうとマイルのレースが多いので育成しやすい。反対に距離適正の幅が広い、例えばグラスワンダーのような馬娘は比較的難しめになっています。まずこの画面には馬娘の適性が設定されています。ババっていうのは芝生とダートのコースがあるんですけども、どっちが得意か、それから距離の適性、短距離は短い、長距離は長い、そして脚質適性、前に行く方が得意なのか後ろから行く方が得意なのか、これらは A が基準なので A のものを選んだり、A のレースに出るようにしましょう。パラメータについても説明します。スピードは馬娘の最高速度です。これはめちゃくちゃ大事です。他のパラメータの余剰分をスピードに回すイメージです。スタミナは持久力を表します。距離が長いほど必要になります。ざっくりですが、短距離、一番短い短距離で250から300ほどは必要、長距離だと600から650ぐらいが目安になるでしょう。パワーは加速力やコース取りの上手さに関係してきます。レースで人混みをかいくぐるときに必要です。差しや追い込みは人混みの中を通りやすく、加速力も必要になるのでとても必須です。600ぐらいあっても全然いいでしょう。先行でも450から500ぐらいあると安心、逃げだとそこまで必要ではありません。根性はラストスパート時、持久力がなくなった時の粘り強さに関係してきます。逃げや先行で大事になってくるパラメーターで、逃げ先行脚質の場合は500ぐらいあると安心、差しや追い込みだとそこまで重視しなくても大丈夫です。賢さは余分にスタミナを消費するかかりという状態になりにくい、またレース運びの上手さやスキルの発動率に影響します。600ぐらいあると嬉しいんですが、上げるのが結構難しいので育成に慣れてないうちは無理に上げなくてもいいと思います。育成するときは継承馬娘を2人選べます。継承馬娘は赤い因子と青い因子をそれぞれ持っています。青い因子は純粋な能力のアップ、星1が5、星2が12、星3が21となります。まあ高ければ高いほどいいですね。また赤い因子は脚質とか距離適正とか芝、ダート、馬場適正に補正がかかるものです。その下にある因子は例えば宝塚記念とか天皇賞秋とか、こういったものはゲーム内の継承イベントでランダムで発生し、くっつく可能性がある因子、これがくっつくと
さらに能力が上がります。今ウォッカの継承として選んでいるアグネスタキオンは長距離の距離適性因子を持っているので、距離適性の補正がかかっているのが黄色の網掛けで表示されているので分かると思います。このように対応する適性なども上がります。継承はこのレンタルというタブを選ぶことでフォローしている人の継承を借りることができます。マニーが必要ですが、強い継承を持っている人が世の中にはいっぱいいるので、そういった方のものを借りて育成するのがおすすめです。強い継承を持っている人の探し方なんですが、チーム競技場のランキング上位の人をフォローするという手段があります。自分の順位の横にI ボタンがあって、インフォメーションボタンですね、これを押すとランキングが出ます。この全体ランキングの上位の人っていうのは、まあ、ランカーなので強い因子を持った継承をいっぱい持ってますから、こういった人の中から探す。まず人をタップしてトレーナー名の横にあるインフォメーションボタンを押します。すると、まあ、フォローできるときはこのフォローボタンが表示されます。今はフォロワー数が上限なのでフォローできないんですけれども、まあ、探していくとですね、こうやってフォローできる方がいて、でここで代表ウマ娘を押して継承のところを確認するとこの因子の数が見られるので、これで強い方を探してフォローするとその人の継承ウマ娘が使えるようになります。フォローした方は下の育成サポートも使えるようになるんで、まあ、このサポートが強いのを持っている方を探すのもいいと思います。またツイッターなどの SNS で探すという手もあります。ツイッターなどでスピード因子Q とかで検索してやる。1人の継承につき最大で青い星を9個持ってるわけですね。例えばこのオグリキャップはオグリキャップ自身が3、そして継承元のダイワスカーレットとキングヘイローが3ずつ持ってるのでマックスが9になります。こういうふうにスピード因子Q とかで検索して強い人を探すのもいいでしょう。でこうやって探したレンタルの方と、まあ、自分が持っているウマ娘、もしくはレンタルとレンタルの組み合わせを使ってウマ娘を育てていきます。この時継承同士に相性というものが設定されていて、継承と育てるウマ娘ですねの間に相性があって、相性が二重丸であるとゲーム内で起こる継承イベントで良い結果が出やすいです。だからなるべく二重丸のものを選びたいんですが、能力がしょぼい二重丸と能力が高い三角、まあ、どっちがいいかっていうと能力が高い三角の方がいい場合が多いので、なるべく能力の高さでかつ二重丸になるものを選ぶといいと思います。この絞り込みでですね、相性ボーナスっていうところで設定してあげると相性のいいものが、まあ、照準か高準かね、どっちかで出てきますん でこれで参考にしてみてください。フォロー枠は初期状態は10ですが、ポイントを使うことで増やすことができます。ショップを押してフレンドポイント交換、ここでフォロー枠アップを選ぶとフレンドポイント1000につき1枠フォロー枠を増やすことができますので、フォロー枠が足りないよと思った方は使ってみてください。次はサポートカードについて。サポートカードを選ぶときはどのくらいの能力値が必要かっていうところから逆算してやります。ただゲームの始めたての頃はどれぐらいの能力が必要かっていうのがわからないと思いますので先に出しておきます。ウォッカが目指すべきパラメーターですが、ストーリーの最後天皇賞秋の時点ではスピードが600、スタミナ400、パワー600、根性適当、賢さ450から500、もちろんもっと高くできるんであれば高い方がいいですが、まあこれぐらいあればいい勝負ができるでしょうと、まあ、取っているスキルとかにもよるんですがこれぐらいかなと思います。この時にどんな練習をじゃあやっていけばいいのかっていう話なんですが、練習は偏らせた方がいいです。できる練習は5種類ありますが、1つの練習をやり込むほど練習レベルが上がって効率が良くなるので、やる練習は3つぐらいに絞った方がいいです。
今回はスピードとパワー、そして賢さが高いという必要があるので、スピードが主に上がってちょっとパワーが上がるスピード練習、パワーが主に上がって少しスタミナが上がるパワー練習、最後に賢さがメインで上がってちょっとスピードが上がる賢さ練習、この3つだけをなるべくやりたいという感じになります。スタミナがどうしても足りないとかいう場合は練習レベルが高くなる夏合宿で補えます。ですのでスピードとパワーと賢さの属性を持つサポートカードを組み込むことになります。それを踏まえたデッキが今回こちらです。自分は微課金で、ちょっとだけね課金してるんですけれども、プレイしているので、無課金の人でも再現しやすい構成です。左上のスペシャルウィークは今2021年3月時点で実施している第1回イベントでもらえる SSR カードになっています。デッキにはフレンドのサポートカードを1枚入れられるので、なるべく強いものを事前に用意しておくと楽になります。フレンドの探し方は先ほどご説明した通りです。今回用意しておくといいのは以下のどれかです。先ほどご紹介した西のフラワー、東海帝王、早川手綱のなるべく50レベルに近いもの、50じゃなくても、40レベルとか35レベルとかなるべく強いもの、もしくは今画面に映っている SSR オグリキャップ、これはパワーの育成に必要なカードで、イベントで使えるカードでもあるので結構50レベルにしてる人が多いですから、こういう方をフレンドとして使いましょう。それぞれのサポートカードには得意な練習が決まっています。青いアイコンはスピード練習、ハートのマークがスタミナ練習、力こぶはパワー練習、炎が根性練習、帽子が賢さ練習、そして人アイコンがちょっと別枠で、これはお出かけとかをできるカードになっています。それぞれのカードは練習の時にアイコンが出てきて、一緒に練習して絆を高めて、絆レベルがオレンジになると友情トレーニングという効果の高い練習ができるようになります。なるべく友情トレーニングをいっぱいやって能力をアップしていくということになります。今回はスピードが3つ、パワーが1つ、賢さが1つ、そして友達枠が1つという構成になっています。パワーは1枚がレベル50で、フレンドさんのカードがレベル50でとても強力なので、これ1枚で賄えるという計算になっていますが、もしフレンドの方から借りるのがスピードのカードの場合、もしくは手綱さんのカードの場合は、要はこういう場合ですね、こういう場合はスピードを2枚にしてパワーを2枚ぐらいにするとちょうどいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれも何回かやってみて、パワーが高すぎると思ったらスピード足すとかで調整していただければと思います。ではどういったサポートカードを組み込むのが良いのかについて解説します。サポートカードはレベル1から始まり、強化をすることで特定のレベルまで上がります。初期状態ではレアが20まで、 S レアが25まで、SS レアは30まで上がります。レベルを強化することで固有ボーナスが発揮されるようになったり、サポート効果が高まります。サポート効果には友情トレーニングをやった時のボーナス値が得られるとか、特殊能力を取得するために必要なヒントのレベルが上がるとか、ヒントの発生率そのものが上がるとか、こういったいろいろな効果があります。では優先的に使うべきサポートカードについて解説します。サポートカードは得意率アップがあるものを優先して選ぶと良いと思います。これは友情トレーニングが実行可能な得意な練習に配置される確率が上がるというものです。これが高ければ高いほど友情トレーニングが出やすいので、これを重視しましょう。もう一つはサポートカードがくれる特殊能力のヒントが育成する馬娘と噛み合っているかどうかです。サポートカードはデッキに入れると、この育成イベントと書いてある欄のイベントが発生する可能性があります。琵琶早秀の場合はこの脱無難論のイベントが起こると、内弁慶、長距離で発動する内弁慶のスキルがもらえて、トレーニングは理論的にのイベントが起こると長距離で発動する追い上げのヒントがもらえます。また
育成時にビックリマークが出てヒントイベントが起こる場合、もらえるヒントはこの所持スキルの中から選ばれます。この所持スキルや育成イベントでもらえるヒントが自分が育てる馬娘と噛み合っているかどうかが重要で、例えばマイルや短距離の馬娘を育てるときに長距離のスキルをもらっても使えませんから、得意練習アップがあるかどうか、そしてスキルが噛み合っているかどうかを重視して馬娘を選んでみてください。馬娘の中には、例えば上限解放を1回してレベルを上げると得意率アップが解放される、このビワハヤヒデとかはまたそういうパターンなんですけれども、そういった馬娘もいますので、自分の持っているカードの状況と照らし合わせながらカードを選んでいただければと思います。というところで前編が終了です。後編の動画ではウォッカーを用いて実際にどのように練習をしていくのかをご紹介します。この動画が役に立ったよと思ったら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。後編も早めにアップしますのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さよなら。ファミ通の北口と二分でした。